こんにちは、大きい花のフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日はこちらの、バラですとか、あとは、柏葉アジサイ、あと、こちらのね、金魚草と、あとこちらガーネーション、そして、これがねコスモスなんですけども、とってもね色味が綺麗で、淡いピンクなんですけども、ちょっとこうオレンジが入ってたりとかして、とってもね、人気のあるコスモス。そしてこちらが、アカシアですね。はい、春になりますとね、こうミモザとして出回るアカシアなんですけども、今の時期ですとこのようにね紅葉したアカシアが出回ってますので、これをねアクセントに使いながら、紫色のねトルコキキョウ、そして、黒のコニカル、はい、こういったようなね、画材でアレンジメントを作ってみたいと思います。
をコンパクトに仕上げて、結構こう短めにお花を使ってますね。この辺りのお皿ですとか金魚草とかね。でその分こちら側に、お花のね勢いが流れていくような形で作ってまして、柏葉アジサイなんかも非常にね、長く使ってます。あまりねこう埋めてしまうとお花のねダイナミックさが損なわれてしまいますので、大きめに使ってます。